10月28日月曜日朝7時5分のホームポイントはやや強めのオフショアが背後から吹いてますね。海にはいい感じのうねりが入りますが、インサイドブレイクですね。サイズもそれほどはないですね。でもさっき来た時には腰ぐらいのうねりがインサイドでブレイクしましたけどね。セットとセットの間隔は今日も長いですね。ホームポイントの右もオフショアでうねりは入りますが、ほぼショアブレイクですね。気温は13度ぐらいですね。かなり肌寒いです。風はオフショア、やや強めのオフショアが吹いてます。海はいい感じのうねりは入りますが、ほぼインサイドブレイクですね。右はショアブレイク、まあ、でもここにこれだけしっかりしたうねりが入っているので乗れるポイントは別にあるかもしれませんね。